what all the kids are doing. Bubblegum, bubblegum, you better put your shoes in. Say, say. Matsushi-san, 新居ですか？あ、引っ越しました。そう、小麦混ぜるって書いてあった。あところは、はい、買ってきて使えないやつをネイルでもあるじゃない、あのぜひそっからコーヒー染み出してきたら、うん、ネイルがどこまでとかすぐ私も諦めました。水筒レンジとスポットパインと、はい、パリン3種類のレンジをちゃんと払いますお、初めて太郎が素敵なジャケシャの買ってきてくれました。おお、綺麗だね。なんでとコンフルニューズ。色素が溜まってる。できた。
ここだな。今週はこの1年のと向こう1年ぐらいの計画を、なんかワクワクできる、ワクワク行きたいなと思って考えました。 YouTube もなんかこう始めた理由があって、ただ生きてるだけで食べていけるようになりたいっていう目標があって、どういうことって話なんですけど、前半ただ生きてるだけっていうのはやらずにはいられないことをやってる、大変だって分かってんのにどうしてもやっちゃうこと、気づいたらやってることっていうのがみんなそれぞれあると思うんですけど、それをただひたすらやって夢中になってるみたいな状態を指します。後半の食べていけるっていうのは、生計が立つってことです。それ以上のに経済的だったり、いろんな意味で豊かになるためにはクライアントワークとか、人の役に立ったり利益を大きくしたりとか、でその報酬としていただくお金で、贅沢なこととかはしてもいいのかなって思ってます。なんか今の時代、この時代って言われるようになって、クリエイターエコノミーとか、なんだっけ、ファンマーケティングとか、いろいろ調べたりとか去年ずっとしてたんだけど、100人のファン理論が私は好きで、何でもない普通の平凡な人だったとしても、世界中に100人ぐらいはその自分のファンになってくれる人っていると思ってるんです。だからその人たちと出会えれば生計は立つと思う私は今までインスタグラムとかもやってきて、インフルエンサーになる感じの人じゃないような気がしてて、そうなるための努力もあんまりできないっていうか、なんかこう人に喜ばれるものとか面白がってもらえるものを狙って作ることができなくって、自分がもう作りたいものとか、自分にとって世界がこう見えてるんだっていうのを表現する、表現してないと嫌だみたいなプライドがこうちょっとあって、いろんな人に見てもらえるみたいな人にはもしかしたらまあなれないかもなってちょっと思っちゃったりとかしてるんだけど、その100人すごくあなたのセンスがドツボですみたいな人に出会うことはもしかしたらできるのかなって思って、でもそれをどうやったらそれができるかっていうのは、やっぱりそのニッチなニーズというか、いろいろ本とか探してもやっぱなくって、なんか1万フォロワーを何ヶ月で超えるノウハウとか、そういうのはなんかいっぱいあるんだけど、だってさ、自分ありのままってさ、やってかないとさ、その続かなくないって思うの。こう学生時代、小中高大学とか、あと、OL やってた時のその社員の人たちとか、今のそのクライアントワークやってる取引先の人たちとか、すごい好きな人いっぱいいるんだけど、なんかこう話が合う人が私本当に今までいなかったの。こう私がこういう人生にしたいとか、こういうのに憧れるとか言っても全然盛り上がんなくって、話が続かないみたいな人生だったんですね。だから自分一人でいろんなことを考えてたんだけど、ずっとその一人だけすごい同じことを目指してるっていうか、すごいもう話が合うみたいな女の子と3年前かなに出会って、一緒にいて話すだけで、自分の頭がまず整理されるし、前に進めるしみたい なんかそういう人間関係を私は3年前に初めて知った。うまい綺麗な言い方、言葉が分かんないから、動詞って言いますけど、今その動詞が、今は私はその子しかいないけど、なんか100人のファン理論で100人のファンを作るっていうのももちろん目指したいところだけど、なんか私の人生の最終目標は100人ぐらいの同志がいたらすごい人生が豊かになるんじゃないかなって思ったので、それも考えるともう本当にワクワクしかないみたいな、もう今年来年で見つけたいなって思ってて、だから自分のこととか自分の価値観とかをちゃんと YouTube とかでも発信していきたいなって
思ってるし、私の YouTube がそんなに多くの人の目に触れないかもと思って、その見つけてもらうのはちょっと難しいのかなって思うので、発信はもちろんするけど、なんかこう自分からも出会いに行かなきゃいけないんだなっていうのを思ってます年に2回ぐらい海外にちょっと長めの滞在をしようかなって思ってるんですけど、その時もその事前に SNS で自分が素敵だなって思う人をもう死ぬ気で見つけて、で事前にオンラインでは連絡取ったりつながれるようにして、で旅に行った時にちゃんと会えるみたいな、それでまあ会わなかったら会わなかったでしょうがないし、すごくいい出会いになるかもしれないしっていうのは自分からやっていこうって思います。もう一つ考えてるのが、最近なんかタイの農家さんからコーヒー豆を直接取引してる京都の若い2人組の会社を見つけたんですね。だからそういうふうになんかこう素敵なもの、自分の美声に引っかかるプロダクトを作ったり売ったりしているおもろい人っていうのをっていう切り口から、その動詞になれるかもしれない素敵な人っていうのを見つけていくっていうのもありだなって思って、そのおもろい SNS アカウント見つけるのと、おもろいなんか主に D2C とか の商品を見つけるのがずっとライフワークだったから、あ、それを応用させればいいんだってこのいろいろうんうんって考えてる間に思いついて、でそれをなんていうの、そういう今までの日々の一人でのいろいろなリサーチをちゃんと成仏させる旅を今後の2年はやっていこうって思ってます。